ブータン側から見た、インドブータン国境ゲートインドジャイガオン側から見た、国境ゲートブータン主要道路図プンツォリンは、ブータンの都市。ブータン南端にある国境の町であり、主家県の県都である。プンツォリンの町は、行政的には、プンツォリン村とサンフェリン村の二つの村に分かれている。プンツォリンは、インド領のジャイガオンの町と隣接しており、国境貿易によって繁栄してきた。 首都ティンプーに移転するまでは、ブータン銀行の本部が置かれていた。2005年にはプンツォリンの人口は2万537人であり、首都ティンプーに次ぐブータン第二の都市である。プンツォリンに最初の一戸建ての店舗が建設されたのは1958年のことである。当時のジグミ・パルデン・ドルジ首相は、この地の住民にコンクリートでの住宅建設を進めた。 これに従いたュグループが最初のコンクリート住宅を建設し、チベット人とインド人がそれに続いた。その頃の建築で現代まで残っているものとしては、ブータンエンタープライズやジャタン、プラサード・ラルチャンド、プラサードの商店、ザンダプルリー・ロックハング近くの美容院などがある。この発表の後で、ザンダプルリー地区に18件の商店が建設された。ザンダプルリー地区には、 バスターミナルも建設され、毎週土曜日には死が立つようになった。これに伴い、蒸気コンクリート住宅以外にも小屋が建設されるようになり、プンツォリンの都市としての成長が始まった。1964年4月5日、ジグミ・ドルジワンチュク国王がスイスで病気療養中に、改革派のジグミ・パルデン・ドルジ首相がプンツォリンで、応答派の幹部によって暗殺された。 この事件の後、首相の家族は厳重な監視下に置かれた。プンツォリンは対インド交易の中心地となっており、ブータンの貿易のうち輸出73%、輸入83%がこのプンツォリンの国境を通して行われる。両国国境は非常に長い壁によって隔てられており、門が一つある。地元民に対するチェックは非常に緩いため、 プンソリンとジャイガオンの都市は一体化しており、ブータン人労働者が家賃の安いジャイガオン側に居住したり、インド人富裕層が完成なプンソリン側に居住することは珍しくない。インド、バングラデシュ、モルディブからの観光客はブータンに入国する際にビザは必要ないが、パスポートや投票者、ID カードなどの身元証明書を提示し、プンソリンの国境で 入国許可を取る必要がある。他の国からの観光客はツアーガイドを雇い、彼らを通してビザを取る必要がある。入国ゲートにはインド陸軍及びブータン陸軍から警備兵が派遣されている。入国ゲートを出たすぐのところに坂が存在する。プンツォリンにある国境は、2つの非常に異なる文化と民族を非常に明確に隔てている。 国境の先にあるインド領のジャイガオンは多くのブータン人の買い物客が訪れるにもかかわらず、他の西ベンガル州の都市と同じように大きく賑やかで、創造しい街となっている。それに対し、プンツリンはブータンの金融、工業、商業の中心地であり、他のブータンの都市に比べ明確な特色を持っており、隣接するインド文化の影響を少しは受けているものの、 ジャイガオンに比べはるかに歓声な雰囲気を持っている。プンツォリンには空港も鉄道も存在しないが、インド鉄道は国境の近くに駅を持っており、2 0トル南にある北ベンガルの橋原駅からプンツォリンまで鉄道を引く計画が存在する。最も近いインドの大都市はシリグリであり、シリグリのニュージャルパーイーグリー駅とニューアリパーチュアー駅が 最も近い拠点駅となる。また、プンツォリンには、北ベンガルのいくつかの町からバスが通じている。市内のほぼどこからでも、ティンプーへの道が丘の上を蛇行しているのを見ることができ、夜は首都に向かう車のヘッドライトを容易に見ることができる。プンツォリンは、ブータン横断道路の起点であり、この幹線道路は5 5 7キロメートル東の 私岸まで国内各都市を結んでいる。ありがとうございます。